Get Your 100 方です。実はですね、今日は1月15日で、1月13日、1月14日と実は撮影をしてないんですけども、あのノロウイルスに僕自身がかかってしまいまして、で2日間、トレーニングすることができませんでした。看病をね、ノロウイルスにかかって家族の看病をしたので、まあしょうがないかなっていうのと、まあ、あれだけ気をつけててもね、かかってしまうノロウイルスやべえなと思いました。まあ、ただね、体調も回復したので、今日から、トレーニングを再開していきたいと思います。100加藤です。ノロウイルスから治りまして、初めての投球練習の日ということで、今日もですね、引き続き軽めのピッチングをしていきたいなと思います。でツイッターの方とかですね、アドバイスお願いしますみたいなことですね、もうちょっとステップを長めに取って投げた方がいいとかっていうアドバイスも結構いただいてるんですけど、まだね、その30歳、ブランコが10年以上ある僕にとってはですね、まだそこまでやるのは早いかなと思ってて、まあ、怪我しないようにね、今日もで、まあ、短めのステップなんですけれども、体重移動をこうしっかり体で覚えて、綺麗なね、ピッチングフォーム、体重移動をね、覚えるための、トレーニングしていきたいと思います。はい、投球練習終わって、戻ってきました。まあね、2日ほど休んでたんですけど、なんか球のスピードは結構出てる感じがしますね。であと、30分ぐらいですね、体幹トレーニングをして今日の練習を終わりたいなと思います。Get your 100加藤です。今日はですね、下半身のトレーニングの日なので、しっかりですね、体重移動の方を鍛えていきたいなと思います。あとですね、ちょっとこの後説明するんですけど、まあ、今後ですね、こう徐々に徐々にこうステップをこう広げていってですね、まあ、もっと大きく体を動かしてピッチングしていくようにしていくんですが、その際にですね、股関節の柔らかさが必要なんじゃないかなと思って、そちらの方のね、ストレッチといいますか、の方もですね、今後どうやっていくかっていうこともお話していきたいなと思います。
今後なんですけども、今はすごく短めのステップで体重移動の基本をこう練習している感じなんですけど、だんだんこのステップの幅を広めていって、で、まあ、ゆくゆくはもうかなり広めのステップで、まあ、ピッチングしていくことになると思うんですけど、その中でですね、その股関節をこういかにこうスムーズに、使っていくか、体重移動の際にですね、っていうのがかなり重要だと思うんですけど、もともと結構体が硬いので、その柔軟をねしっかりしていって、まあ、また割りじゃないですけど、もうかなりね体を柔らかくしていってみようかなと思ってます。まあ、今ですね、足広げるとまあこんなもんなんですけど、ちょうど90度ぐらいしか広がらないのと、まあ、これがねもっと大きくちゃんと広がってでもまあピタッとつくぐらいにねしていきたいなと思ってます。なので今日はちょっと体を柔らかくするストレッチをね、しっかりしていきたいなと思います。あとまだちょっとね、その体をどうやって柔らかくしていくかっていう方法がまだちゃんとした情報持ってないんで、そっちのねリサーチもちゃんとしていきたいなと思います。